た。妹と恋人がいるチーム。まあ、まずはお父さんがお叱りをしてあげましょう。そして兄貴で恋人と。まだこういう時代はなんか専用のセリフないですよね。ちょっとお父さん負けるわけにはいきませんよ娘に。ダメだ、今から冷えしっぷきゃ出さないと。あー出たけど今度ガードされた。ほいほい、うわー同じ技が、くそ来たー。リュウコランブ実の娘に一度一撃ですよこれ。未熟者目が、これタクマが本心で言いたかったセリフでしょ。言いたかったセリフでしょうね。すいません詰まっちゃいました。あー、まさか本家に当たるとは。あー、タクマとキングってなんか深い絡みあるんですかね。リョウとキングが恋人、恋人なんですかね、そもそも。なんか一応そういう演出入ってるから恋人だと僕は思ってるんですけど、なんかこう息子の彼女ってことで、なんかキングに対してなんか特別な思い出とかあんのかな。ちょっと前は龍子チームは何も絡みないな。はいはい、当たるか。あ、来た来た来た、当たった当たった。でもなんか途中ちょっと若干スカしてましたね。はいはい、女性格闘家チーム、主人公チームの時すげえ手こずったんですけど、今回は手こずりませんでした。これで納得できただろ。お楽しく、今までん家で待ってなんかユリに言ってるセリフですねこれは。さあ次は主人公チームですね。今んとこノーコンティニューだからな、そろそろ危ない気がするんですけど。ほいほい、やっぱこの時代のダイモンはそんな怖くないな。あー出た出た、おうおう、自分でやった時はすげえ、あー頼りになったんですけどね。なんだあの超お外刈りか、あれは。ほい、ちょっと今のおかしくないっすか。かなり HP 減りましたよ今。ちょっとダイモン怖くないとか言ったから怒っちゃったか。俺の裏蹴りを見ろと言わんばかりに軽い中裏蹴りで倒されましたからね。あーやばい、しかさっきからダイモン一人にめっちゃやられてんだけど。超高原、よし、とりあえずダイモンは退きました。次どっちだ、強かイオリか。あ、イオリじゃねえ、ベニマルだ。足長対決だな。ふっふっ、くそ当たらない。ふっふっ、てか今自分でも意図せず出たんですけど、ジャンプ台キックガードされたらそっから飛燕龍神脚出せるんすね。あぶねー、今ガード崩されそうだった。ダメかー、やっぱつい甘えちゃうな。流撃拳から流行ランプ入るかなって。あと親父一人で乗り切れるか、これ怪しいぞ。うわー、もう半分近く減らされてるし、こっち一発もまだ与えられてないですからね。くわー、うよし、なんとかベニマル倒しました。あとは強化、
行くぜ、レディーゴー。かなり怪しい戦いだな。うわー、一発の威力おかしくないですか、京様。うわー、あー、初負けしました。1年経ってもその程度とは、極限流も先が見えてるな、やべえ、言わせておけばって感じですね。お面倒だー、やっぱマキシマムのピンチ状態で威力はやべえ、マジかー。ヨウバータメニマールヘディー3戦目にしてなんとかこっちが優位なままベニマル相手に持ち込みました。ベニマルが正直一番強いっす。硬いって言った方がいいのかな、何やっても通らないんですよね。よし今だ、ほいほい、やっぱ通らねえな、ほいほい、でもこれいい感じだ、ほいほいほい、さすがに3回目は通らないか、ほいほい、お、いいぞ今回、いけるいける、やりました、この俺が、いや十分強かったよベニマルさん、勝つことを急ぎすぎたな、その時点で負けは確定だぜ。まあそのセリフどっちかというとこっちに言えるんですけどね。なんや、これはガスか、しまった、わしともあろうものが、え、ここはお目覚めかね、諸君。ルガール、生きてたのか。ふふふ、私は不滅だよ。早速で悪いんだが、間もなく諸君には死んでもらうことになるだろう。これは私の遂行の趣味の邪魔し、この私に屈辱を味わった罪の償いなのだよ。ほう、よっぽどまだ黒銀流を味わいたいようや。ははは、ぜひフルコースでご馳走してもらいたいものだ。だが、君たちにはまず彼と戦っていただこう。久しぶりだな、タークマ殿。お主は草薙最終殿、なぜこのようなところに。わしはルガール様の手によって蘇った、そして力を手に入れた。1800年の草薙の歴史の中の最強のベル力をだ。さ、最終殿、ルガール貴様、最終殿。どうだ、君たちの再会を私が祝ってやろうというのだ。さあ、たっぷりと楽しんでくれたまえ。タックマもハイデルンと一緒に98では最終と親父チーム組んでましたからね。タックマ先鋒でいきましょう。親父対決、目を覚ましてやるんだ。はい、うん、いいね、オッケー、ドーン、よし、あっ、しまった、ひげ疾風客が出なかった。うお、あんなタイミングで打ち消すとはさすがの反応速度だぜ。い大体これ負けるんですよね、こっちが最終的に。ふうくん、ふうくん、あ、かわした、ふっ、だあ、あない、よし、あめた、ふわふわ、やりました。いやー、こっちもギリギリですよ、高間さん。ふっ、さすがに極運流ですな。これで生きてお目をさらしていた私もやっと。ふっふっ、ここまでは敵ながらあっぱれ、よくやったと褒めてやる。だが、この新たなる力を手に入れた私を倒すことができるかな。うおーっ、オメガルガールさん、ちょっと怖すぎですから。さあ、タクマでどこまで減らせるかな。あい、一発パフェ敵の場合は出ないんでしたっけ。オラオラなんて余裕はないよ。ふん、主人公チームの時もタイムアップで勝ちましたからね。実力で KO して勝ちたい、本当は。やったー、やっぱジャンプ怖すぎる。ジェノサイドカッター、よし、空中攻撃が意外に使える。
わあ、でも36秒あるから結構回復されそう。ちょっと自分の肉体を切り裂いてぬおーとか興奮しないでくださいよルガルさん。あ、間違え、誰もゲーゲーかなんかしようとしてねえよ。これだよやろうとしたの。飛ぶ前に入力しちゃった。おりゃ、いいね、烈風拳の隙をついて、よしよしよし、タイミング素晴らしい、最高だ。ジェルサイドクッター、ルザーメオンヌ、よしよしよし、いいえ、龍神脚が最高だ。うわやばい、うわ、まあまあいいや、でもだいぶいい感じで戦えそうなのは見つけましたね。両の空中攻撃拳と飛燕龍神拳、これを使えばなんとかなる。マジか、うわっ、はい、絶好のチャンスが来ました。もう30戦以上やってるんですけど、ようやくここまで来ました。あとちょっとなんだ、やらせるか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 。だらしたね、はい、危ない、もう危ない、はい、当たってはやれん、はい、やべやべやべ、やりました、地味出したゲリで勝利です。く、このパワーを私も勝てるとは。なんだ、か、体が、バカだ、この私がこんなことで。このズギャ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 言ってる音が結構厳しそうですよね。さらばだ。なんや、何がどうなったんや。おそらく暴走したエネルギーのパワーにルガールが耐えられなかったのだろう。それよりも最終殿、そういえば、ふっ、最終殿のことだ、あの程度は死にやせんよ。さらばだ最終殿。ところで二人とも突然だが、わしは今回もって役割をつけて引退しようと思って。え、なんでですか。さすがにそろそろ体の方が限界でな。リョウ、ロバート、お前たちには二人で艦長の代理を務めてもらう。師匠、その代わり、わしは巨源流の裏艦長として、道場裏から仕切り、お前たちをビシバシャ鍛えてやる。え？師匠、それって結局今と変わらへんのやないですか？ん？そうか。まあ、そんなことはどうでもいいではないか。何か嫌な予感が。りょう、今度はゆりちゃんをメンバーに入れるべきやと思うで。ああ、同感だ。二人とも何を言っとる？さっさと帰って使用するぞ。やっぱりこうなるのか。とほほー。いやーっていうタクマの声が本当にいい声ですね。はい、今回の極限流チームこれで終わりになります。まあ、主人公チームに比べてコンティニュー数は前半ですけど、前半っていうかボス直前までは圧倒的に少なかったんですけど、ルガールと最終のコンビにはもう主人公チーム以上に苦戦させられました。トータルで本当30戦以上やってプレイ時間も相当なものになってますね。格ゲーに使う時間じゃないってぐらいやってます。いやー、ちょっと次回は95はもうやめて96に移りたいと思います。いや、あのルガールと戦って勝てる自信がないっす。レベル3でこんな手こずってますからね。まあ、そう言いながらも次やる96もゲイニッツがすんげー強かった記憶があるんで、ちょっと怖いですね。まあいいや、96の話は96始めた時にしていきましょう。まあ、とりあえず主人公チーム、流行の剣チームということで2チームクリアすることができました。まあ、もしなんか他のチームのエンディングも見たいのでやってくれみたいなリクエストがありましたら、その時にはまた95戻ってきたいと思います。何もなければ、そうですね、前から言ってる通り3人集まって1人1キャラ選んで一緒にクリアするみたいな企画をもしやるとしたら、その時にやりたいと思います。この動画ヒーマーつぶしになったなぁと思えたら、高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ほんとメガネガール強かった。動画の配信予定はチャンネルの概要欄と
ツイッターの固定ツイートに記載しております。よければこちらも参考にしてみてください。ツイッターの URL は動画の説明欄にも記載してあります。それではまた別の動画でお会いしましょう。